こんにちは、プロトタルトです。今日はオメガアルファ編、零式一相の全体ギミック解説動画になります。全体像ですね。一相のギミックの全体像がわかるという動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画を見ると、ギミック理解できるよっていうことです。で、開幕はまず、こいつね、2パターンあるんですよね。2パターンあるんで、それがどちら来るのかランダムになっていますが、最初の技でどっちが来るかっていうのを確定します。で、今回は、バーチカルっていうのが来たので、縦横の範囲が来ますね。縦横。バーチカルっていうのは垂直って意味です。なので縦から来ると、縦横ですね。で、もう1個、そのバーチカルと対になる、水平のホリゾンタルっていうのが左右から始まるっていうのが来るんですが、それはいいとして、最初ね、この縦横バージョンが来ると津波が来ます。最初津波が来るんで、若干北に寄せてあげましょう。若干っていうか、基本的に縦横進んだ後、メインタンクは北まで持ってっていいと思います。で、その後、この北に範囲を捨てた後、スプリントを使い敵の裏へ入ります。超前方範囲の技が来るので、この裏で津波の水を捨てていくと、津波の範囲を捨てていくと、ドーナツ型範囲ですね。で、それが終わった後、メインタンクさんは中央へ寄せます。ちょっとこれは若干北寄りすぎますね。ちょうどこの四角、真ん中の四角が敵の真下ぐらいがちょうどいいかと思います。で、ここで、タンクスイッチのパンチが来ます。パンチが来たらタンクスイッチだぜっていうことです。で、そこで、俺は ST なので、ここでメインタンクに変わりますね。で、この時にまた津波という全体攻撃が来ます。で、これで津波のデバフがつきます。この津波のデバフがついたら真ん中に集合、そして平タンクは南北にそれを捨てていきます。あの範囲を捨てていきます。で、捨てたら真ん中に集合して、また津波の範囲が出るので、これを処理します。で、2回処理したら終了なので、タンクは北へ向けると。で、追尾せよが来るので、ここでしっかりバフを焚いて耐えます。で、基本的に ST、 これ ST ナイトなんですけど、メインタンクになった時も攻撃スタンスのままでいきます。というのも、この戦闘やっぱり DPS かなりきついので、防御スタンスやっている余裕はないということですね。はい。で、続いて、地震が来ます。地震は DPS とタンクヒラで違うデバフになっています。タンクヒラは死の宣告的な HP を全開にしないと解除されないデバフになっています。 DPS は、その逆で死の超越っていうデバフになっていて、ここで縦横が来るんですが、これを DPS はわざと食らって、それを死の超越を解除しなければいけません。ゼロ HP をゼロにしてくるような攻撃を食らって解除できるっていうことですね。ヒーラータンクは全開じゃないとダメだという。はい。ここでまたタンクスイッチが来ます。はい。スイッチしていきます。で、スイッチした後再び地震タイムがやってきます。また同じようにタンクヒーラーは HP 全開、DPS はゼロになる攻撃を食らうというデバフがつきます。で、ここで、ヒーラーさんは頑張って4人回復すると。全開になればデバフが解除されて、次のこの頭割り。これ頭割りは2人ずつの頭割りになります。で、DPS はその頭割りを食らったところで、残ることで、タケノコニョッキをね、わざと食らって、デバフを解除していきます。それが終わると、この範囲ですね。これは避けていくだけ、床を避けていくだけで OK。で、その後しばらく殴りタイムがあるので、ここを殴っていきます。ここで前半戦終了になります。だここまでで 50% ぐらい、55まで削らないとおそらくきついからっていう感じですね。さあ、ここで前半戦終了の履行タイムになりますね。この範囲が来たら、全員にデバフがたくさんつきます。で、ここで3回していくんですが、3回するときに平タンクは各 DPS の外側で外を向きながら立ちます。そしたら、DPS についた炎が爆発して外へ飛ばされます。その後、この四角の角っこに立つことでドーナツ範囲を DPS に当てて、それぞれのデバフが解除されるという形になっております。はい。ちょっとややこしいですけどね。外に飛ばされるときは外側を向くっていうことですね。風のデバフがついてるんで、外を向いておくと。もし内側を向いてしまうと2倍飛ばされるので、外側を向いて外に飛ばされる。で、飛ばされた後、平タンクはドーナツ範囲を DPS にわざと当てて死の超越を解除するっていう感じになります。
で、それら終わってクロス衣装なんとかかんとか壊すことができれば後半戦のスタートです。この後半戦は前半でも来ることがあります。来るっていうか、その前半と後半のパターンはどっち側が来るかっていうやつなんで、で、この長範囲ね、前方長範囲が来るパターンは後ろに駆け込んで回避していくんですが、これが来た時は炎が来るというパターンになります。炎と竜巻のパターンですね。で、この炎を詠唱していますが、この炎が来ると全体ダメージが来て、それぞれにデバフがつきます。これまた平タンクと DPS で違うものになっています。同じなんですけど時間が違うっていうことですね。着弾までの時間が違うと。先に平タンクがこのように外周に捨てていきます。捨てた後中央に戻るんですが、その時に縦横が来ます。今回は水平なので横から縦で、これが来た後に DPS が捨てるパターンですね。はい、外に捨てていきます。で、その後タンクスイッチのパンチが来ます。ここでスイッチしていきます。 ST からメインタンクへ変更です。しかしずっと攻撃スタンスのままでいきます。で、再び2回目の炎が来ます。これ全体ダメージがまず来て、そしてデバフがついてしまいます。で、ヒーラータンクは最初に爆発するので外周、はい、4隅ね、東西南北に捨てていきます。で、これを捨て終わったら次頭割りが来るので、各 DPS はまたそこに寄っていって2人の頭受け、頭割りね。で、それが終わったらヒーラータンクは真ん中へ集合、外周の DPS たちは炎を捨てる。で、それが終わるとまた中央に全員が集合します。その捨てたところにね、ドカーンとタケノコニョッキーが現れます。はい、なので中央にすぐ集合ですね。で、それが終わったらこのようなレーザー砲が来ます。レーザー床範囲、それを避けていったら炎を終了します。炎を終了したら、タンクは角っこね、北東へ連れて行きます。次のギミックに対応するためこの角っこで戦います。真ん中に竜巻っていうねものが現れるので、なんかすごい風みたいなやつが、あの中ね入ったら痛いので入らないようにしましょう。で、ここでしばらく削っていると、敵がピョーンって飛んでいきます。ピョーンって飛んでいくので、ここでスプリントを入れて敵の後ろへ、真後ろへ行きます。真後ろで敵を殴る方向を見ます。これはヒーラータンクはそっちを見る、DPS は逆ですね。あの風がぐるぐる回ってる方向を見ることで、ここに飛ばされるんですけど、その飛距離が違うんですよね。飛距離がもし逆を敵の方を見てしまうと DPS は、2倍飛ばされると。ヒーラータンクがあの風の方を見てると2倍飛ばされてしまうので、敵の方を見るね、ヒーラータンクは敵の方を見るっていうことです。で、ここでまたタンクスイッチが来ます。で、再び同じ、竜巻来るので、ヒーラータンクは、外側を見るってことですね。外側を見ておきます。ここでヒーラーにはマーカーがつくんで、マーカーがついたら、左右の隅の方へ行きますね。で、外側を見ておくことで着弾するときに飛ばされるから注意していきましょう。外側を見る、DPS は内側を見るですね。ちょっとややこしいんですけど。で、その後、追尾せよの線が来るんで、これを ST はこれを2つ、ね、キャッチします。2つキャッチします。2つキャッチして無敵受けをします。で、この時に2つ受けないといけないんで、その間のところに人は立たないようにしましょう。あの DPS さんとかヒーラーさんはできるだけ敵のこのターゲットサークルの中の方に入っておくと、今の受け渡しがすんなりいくようになるんで、さっきみたいになんか取られたりするんでね。はい、ということです。それが終わるといよいよラストフェーズ、ね、最終フェーズになって、今までの4つのが一気に来るってやつですね。炎が来て全体ダメージが来た後にデバフがついて、それぞれの3回避でこの炎を処理します。で、これが終わったらもう基本最後まで中央で戦います。次津波が来るんで、津波の範囲が来て、デバフがカウント終わるとこのように、ね、あのドーナツ範囲が出ます。なのでずっと中央です。で、竜巻は解除する方法がないので、これだ全体ダメージを食らって、竜巻のデバフがついて、それがドカーンってなるんです。ドカーンってなると値ダメージ低下がつくので、ここまでで勝負を決めないとかなり厳しいかなという戦いです。最後地震が来て、この地震は全員が
死の宣告状態になります。つまり HP を全開にしないとそれが解除できないので、そこで終了してしまうと。で、あと最後の栄章があって、そこで本当の最後を迎えるんですが、今回はそこまでいけなかったということで、最後までご視聴ありがとうございました。多分全体像的な部分では把握できるようになったのではないかなと思います。動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら動画の評価とか、コメントしていただくととても嬉しいです。あとね、チャンネル登録もしていただくといろんな動画が見れるようになっていますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。